はい、トマトマです。今日はですね、沖縄に台風がねちょっと直撃するってことで、まあ、前日なんですけど、前日はね、まあ、少し強風が吹いてる感じですかね。でメダカはというと、まあ、この場所ね、まあ、過去に55メートルだったかな、それぐらい吹いたんですけど、まあ、その時は特に問題なかったんですけど、まあ、今回もね多分瞬間が45メートルくらいなんで、強風に関してはねそんな問題はないですよ。問題はねどれだけ降るかなんですよね。まあ、あとはねだからこういうやつとかね、中に突っ込めるものは突っ込んでね飛ばされないようにしてねちょっと対策していこうかなと思ってます。まあ、これくらい張っとけばね、まあ、50メートル吹いても特に問題ないんで、自分家が強風吹いても大丈夫なところなんでね、まあ、僕はこれといって特別な対策はしませんが、でもさすがに60メートル吹くとちょっとやばいかもね。60メートルはちょっとやばい。はい、台風の日の沖縄なんですが、だんだんとね、まあ、強風になってきまして、まあでもまあメダカの方は大丈夫そうですね、今のところ。もうちょっと水量がね、増してきたら、ちょっとね、水抜き作業とかもやっていきたいなと思っております。はい、台風がね去ったんですが、本当台風だったのっていうぐらい、夏になってますね。沖縄は夏でございます。いや本当暑い、急に晴れて完全に夏日和ですね。ミックスの陽気だけ調子が悪くてですね、少し数が落ちました。その他は全然問題ないんですが、まあ、見た感じは一応ね横からも見たんですけど、特に病気っていうようなね感じな答えはなかったんですが、ビックスの中でも特定のメダカだけ、死んじゃいまして、この3色のヒレナガから出た真っ白なメダカ、この種のメダカだけねちょっと死んじゃいましたね。まあ、その他は全然問題なくピンピンとしていますが、最初病気なのかなみたいなって思ったんですけど、まあ、このミックスの中に入ってるねメダカたちが、まあ3種類、中にね混じってまして、まあ、3種類ともね結構まあポツポツ死んでいくんなら、まあまだ話は分かるんですが、この3色のようヒレナガから出たね真っ白なメダカだけポツポツ死んでいきまして、横から見てみたりとか真上から見てみたり、とりあえずちょっと病気じゃないかなっていうのが疑ったんですが、まあ、そういうことはなくてですね、まあ、とりあえず台風も去ったんで、水替えしてね、とりあえずね様子を見ております。これ以上減っていくんであれば、ちょっとねまたね考えて対応していきたいと思います。で一応ね何個か容器は水替えしたんですが、まだちょっとね、約半分ぐらいの容器水替えしていないんでね、パパッと水替えやっていこうと思います。台風5なんでね、一応塩水とかそういうのが混じっているんで、まあ一旦全部ね全容器水替えして、新鮮な水にね交換していきたいと思います。台風が去って制御だけね水替え完了しました。こちらはねサシャ×白姫になるんですが、
調子良さそうですね。こっちは3色ダメになります。はい、こちらも問題ないですね。こちらも活性高くてめちゃくちゃ元気です。で、こっちがサファイアになります。うん、ね、この子たちね、選別したメダカなんですが、まあ、この子たちの子供がね、今年はね結構良さそうなんで楽しみにしてますね。まだまだバンバンね卵取っていく予定です。はい、ちょっと見えづらいんですが、こちらは琥珀ラメになります。まあ、去年なかなかね数が取れなかったんですが、まだ今年はね、産卵孵化が結構してまして、まあ卵は全然取れないんですが、孵化率は高いと思います。で、こちらが、3色の、まあ、選別漏れになりますね。こちらもすごい食欲でめちゃくちゃ元気です。マリアージュがね今年全然取れなくて、いや卵は取れてるんですけど、なんだろう、なかなかね、あの無精卵がすごいんですよね。だから今年はとりあえずねバンバン取っていきたいんですが、ちょっとね難しい状態がてんてんてんみたいな感じですね。はい、こっちはね3色のヒレナガになります。こういう感じでね全部、制御の方はね水替え完了しましたね。今回ね台風直撃したんですけども、まあ、そんなでかい台風じゃなかったんでね、まあメダカが大量に死んだりとか流されたりとかね、そういうことはなかったんでめちゃくちゃ良かったですね。まあ、というわけで今回はね台風直撃後のメダカのね、水替えと様子でございました。ぜひねチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。ではトーマでした。